今回はデカールをね貼っていこうと思います。ただねデカールを貼る前にね皆さんに一言謝っておかないとね、ここのねボンネットのね上の部分もね塗り分けが必要で、あれから急いでね黒く塗りました。まあね普通にただマスキングをねして塗っただけです。別に大したこなんかなんていうのかな変わったところはありません。ということで今回からねデカールを貼っていこうと思います。このねシルバーのこれね、これは標準で箱の中に入ってたやつね。すごくねシルバーがね綺麗だね。ミラーっていうと言い過ぎですけど、シルバーのね発色がすごくいい。これはまあ貼った後のね具合が楽しみだなと思います。でもう一個ね、もう一個この別売のカーボンデカールね、これもところによっては貼っていこうと思います。まず貼る場所っていうのは赤いパーツの部分、まあ今回塗装した部分かな、まあね表に出てくるボディの部分の赤と黒の部分をとりあえずはデカールを貼っていこうと思います。ではね早速どんな感じで貼るかね見てもらおうと思います。最近なんかねうまく作れる人のような喋り方をおっしゃっててね、なんかちょっといかんなと思うんですけど、僕のねやり方はね僕なりのやり方っていう感じなんでね、そんなにうまくできないんで、うまくできてもね失敗してもね、いい方悪い方の参考にしても見てもらえたらなと思います。では早速やろうと思います。それではね貼ってこうと思います。もうなんかねいつも言ってることが同じような感じになっちゃって申し訳ないんですけれど、使うのはねセッターを使って場合によってはソフターを使うっていう形でねやってこうと思います。まずはこの説明書を見て順番通りにっていうかこう順番が書いてないんで、想像しながらねこの順番でいいかなっていうようなね、間違えると変なパーツの上に覆いかぶさるっていうようなことになったりするんで、では早速やりますか。なんかなぁいいのかなあ、なんか難しいなこれ。これ難しいね。何番だろうこれ。10番。これがこっちのパーツにまで影響してるんで、まあ多分どうやってそれやってるのっていうところ多分気になるところだと思うんで、まあせっかくなんでやりますか。あんまりやりたくないパーツの部分だな。まあこういう状態でデカールを貼るような形になるのかな。まあなんで仮止めしますか。今回はそのね慎重にやりたいんで動画長くなっちゃうかな。まあなんで貼るところだけにこうね貼っていくような感じで、とりあえずは。ちょっとね
この辺は適当にねやりますか。まあこんな感じでね仮止めして10番、こういうのね本当に上手な人っていうのは多分デカールを貼らずに塗装しちゃうんでしょうね。僕はねそんな器用なことができないんでねデカールに頼ります。でティッシュをねまあ、いつもと同じなんだけどね、こうこんな感じで置いて、ピンセットで水に見えるかな、ちょっとつけてフリフリしてここに置くと。でその間にしっかりこのセッターをね下にだいぶ凍ってるんでねかき混ぜてやる。これを使うと貼り付きが良くなります。タミヤのデカールは割とね貼り付きも剥がれもいいんで、この台紙からの剥がれが良くてなおかつここの貼り付きもいいという感じなん で意外とね言うこと聞くような感じの糊がついてるんでねこの元々に割と楽にできるんじゃないかなと思っています。こんな感じかな。もう適当にこう、ああ見えんかったかね、ごめんね。こんな感じでこうだーっとこうね塗っちゃって、これを貼る。うわすげえ剥がれやすい。なんじゃこりゃ、すごいいいね。やっぱりさすがタミヤだね。こういうね些細なところでね大きく違ってくるんだよね。見える？こうしっかり位置を合わせてやってね。ピンセットで移動させたりすると傷がついたりするんで綿棒をね濡らして、あくっついてちゃったよ、もう最悪だ。まあいいや、こう綿棒でこう移動させてってやる。で力を入れるとねもちろん破れちゃうんでね、力を入れないようにこうコロコロ本で転がしてあげる。ソフトはいらないかな。でどんな感じで貼ればいいかっていうのはこの位置関係ね、実際の箱を見るといいかな。完成のまあこの写真の絵になるけど、どんな感じで出来上がってるかっていうのをよく見て、こんな感じで合ってるかな。こんな感じで、でしっかりこう水を切ってあげて、こんな感じ。なんか見てるとねちょっとここに赤いラインがこう見えるんだよね。
で、反対側もね、でここの部分どう、ごめんね、ここの部分どうするのっていう風になると思うんで、ここはカッターで切れ目をちょっと入れて切ってやる。でここもね切ってやる。ここ切らなくてもいいか。やっぱり切っちゃおう。よっと。こうね。こんな感じね。で見えないよね、このちっちゃいところね。でその後に、このソフターが登場する。あのね、僕のやり方なんてね、正しいとは言えないんでね、参考までにね、ちょっとこうちょんちょんとこうね。つけてやるとその部分が溶けるんで、見えるかな、自然だよね。モールドの部分にもこうしっかり入ってね。では反対側、なんだろうね、すごい剥がれやすい、なんだろう、ソフターでも溶けやすいで、やるときはね気をつけてやられた方がいいかな。わあ、この台紙からすごいスムーズに剥がれるっていうね。で左右対称になるように正面からしっかり見てね。片方寄っちゃってたりするとかっこ悪いんでね。なんかね、このフェラーリ作ってるとちょっと長くなるんでね、もう先に約束してたプレゼント企画をねやろうかなと思い出したんだよね。せっかくねもう5000人の登録者さんを超えたんで、もうちょっとね、これができてからねっていうにはちょっとこう厳しいかなっていう、日にちがだいぶかかりすぎちゃう気がするんで、ちょっとこれ位置がおかしいな。あ、破れた。ピンチ。
でも諦めない。真剣にやればね、つながるんですよ。なんとかなった感がする。ちょっとリタッチをするかね。なんか絶対動画これ長くなってるよね。幸いのことにこういうねスペアの部分があるんでね、破れた部分のつなぎ目にこれをちょっと貼ってあげるとだいぶごまかせる。貼った瞬間っていうのはやっぱり目立っちゃうんですけれど、後でトップコートしたりとかしていくとだんだんこう消えてくんで、段差が消えるんでね。ちょっと見えてなかったかもしれん。
対長いね今回動画ね。すみませんね。デカール貼るのって本当にねこのぐらい時間かかるんですよね。まあよく貼られてる方はわかると思うんですけど、気がつくとものすごい時間経ってるっていうね。こんな感じ。とりあえずこれでいいのかな、ここの部分は。で、これをね、剥がしてみる。で、ここの部分をしっかりこうね、折り曲げてあげて、ほら、もちろんこっち側も、しっかり折り曲げてあげると、じゃん、うん、いい出来だ。こうやってね、後で組み立てた時にこうしっかりねピタッとこう合うという感じ。こうパーツが合わせてこういう風に分けないといけないっていう時はこういうやり方をされるといいかもしれないですね。ただあの刃を立てないといけないんで、ボディに傷がつかないようにとか、あのカッターの刃が切れ味が悪かったりすると連れてっちゃって変な風に破けちゃったりするんで気をつけてください。まあ僕はこんな感じでやってます。まあもっとね効率のいいやり方とかうまいやり方もねあると思うんですけどね、僕はこんな感じで、まあ慣れちゃってるんでこういう感じでやってます。ということで他のデカールもね徐々に貼っていこうと思います。でカーボンデカールを貼る時にもね、カーボンデカールのあのまた動画はねはアップしようかなと思ってますんで、また見てください。ということで長くなっちゃいましたが今日はこの辺で。